以上に動きが目立ったのは3番楠原、昨日2日目連勝ゴールでポイントはジャンプアップ。角1、4番吉村、昨日はドリーム戦インから奮起、昨日は6着2本、1日早い勝負がけとなりつつある5コース5番の大山、6番柳井、6コース今日1回走り、新入院から1番、2番、3番、4番、5番、6番スタートしました。内より 1,2 コース、そして5コースから5番の大山、好発進を切りましたが、内より2人が出ていく1周1マーク、3コースまくり狙った3番の楠原、攻めきれずという状況、あっさり院から押し切る1番の武富智明、スタートは前提正常でした。中を割る形になった2番手争いは外5番大山、内4番の吉村、さらにひたひたと立て直して2番の向井に6番柳井もこの圏内、四つどもえの1周2マーク、2番手4番吉村、外ついていく5番の大山ですが、ここで2番手突き放したのは4番の吉村正明、一定進ほど前、レースは2周目、5番大山追いかけての3番手の位置からちらっと内側へ先を見せる、ただ一旦外に手を開く2周1マークの旋回、2番手ここも4番吉村が主導権握ったまま、ちょっと1番竹富の旋回半径も大きい、さあスルスルと4番吉村接近もまだまだ先頭の座、1番竹富のままです。4番吉村2番手変わらず、5番の大山も3番手の立ち位置は変化ありません。レースは2周2マークの旋回、先頭2番手1番4番と回って5番の大山、3番手後ろ若干差を縮めにかかった3番楠原ですが、4番手のまま1番4番5番の体勢、最終周回に入っています。3、4番手距離感は一定進半前後という状況、最後の1マーク大山の懐を狙って3番楠原アタック、さあ潜り込む、ちょっと大山挙動を乱したか、ここで一遍に3番の楠原が逆転劇なりましたか、3番手に浮上か、5番の大山食らいつく、走行していると2番向井までやってくる、3番手が不運急を告げる展開、ラストターンマークの旋回、1番竹富、4番吉村と回って、3番手は最後は3番の楠原に軍配が上がります。1番4番3番 9.3 倍2番人気、先頭1番竹富ゴールイン、4番吉村ゴールイン、3番5番2番の順でゴールイン。進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました第4レース、3番と5番、さあこれはどうか、ちょっと早いスタートも外目の方にありまして、1周1マークは3号艇の松村が握っていきまして、くるいと運んで1号艇の赤岩です。ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。ただいまのスタートのフライング艇です。5号艇の新田智明と6号艇の川野真也、5番と6番はフライングのため変換欠場となってしまいました。5番と6番はフライングのため変換欠場です。従いまして5番と6番に関する投票権は発売額と同額で変換いたします。どうぞ投票権は大切にお持ちください。レースは2周目に入って1号艇の赤岩義雄が先頭、そして2番手が3号艇の松村聡、3番手が4号艇の田頭虎近です。上位の3艇は1番、3番、4番です。そして4番手が2号艇の竹下大輝となります。なおこのレースは5号艇の新田智明と6号艇の川野真也、5番と6番がフライングのため変換欠場、5番と6番に関する投票権はどうぞ最後まで大切にお持ちください。レースはこれから最終周回です。1号艇の赤岩義雄引線残していきました。これでデビュー通算1998勝目ということになりそうです。今最後のバックへ、2番手は3号艇の松村、3番手4号艇の田頭、上位体系1番3番4番です。この3連単のオッズは 3.7 倍です。4番手が2号艇の竹下大輝、最終コーナー1号艇、3号艇、4号艇と折り返し、第4レースまもなくゴールを迎えます。先頭1番ゴールイン、3番ゴールイン、4番ゴールイン、ラスト2番ゴールインです。前半4レース逃げましてシリーズ2勝、この2勝で1998勝としています。
引っ張って5号艇の松村聡、6号艇の松井健二、進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。第10レース、あまり差がないスタートです。ほとんど揃った状態から1周1マークの攻防は、まず1号艇の佐藤大輔インから回っていく、4号艇の赤岩が外を行く、2号艇の島田一成が差し込んでいく。向こう上面も先頭は受け止めた1号艇の佐藤大輔、スタートは前提正常でした。逃げました1号艇の佐藤大輔、まくった4号艇の赤岩が一定審査、そのインコースには2号艇の島田、一斉にマークは1号艇の佐藤、そして2番手ですが2号艇が回って4号艇の赤岩が差し込んできました。4号艇の赤岩が差して2番手です。そして3番手が2号艇の島田一成。レースはこれから2周目で最終周回に入ります。最終周回の1マークです。1号艇の佐藤大輔が回っていく、そして4号艇の赤岩義雄2番手、3番手は2号艇の島田一成。上位の体型は1番、4番、2番、1、4、2の体型です。この組み合わせ3連単のオッズは 8.2 倍を示しています。後ろ水が空き6号艇の松井健二、そして3号艇の浜本雄一、最後方に5号艇の松村聡、最終コーナー1号艇、4号艇、2号艇と折り返し、選抜戦第10レースまもなくゴールを迎えます。先頭1番ゴールイン、4番ゴールイン、2番ゴールイン、6番ゴールイン、3番ゴールイン、ラスト5番ゴールインです。進入固定戦隊5レスチャー枠なり3対3インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。第5レース内枠3手がスタートを除いた。さあスリットを伸ばしていく1番の土屋、1周の1マーク、インから先前は1号艇の土屋、マーク出して狙う3番の金子、差しのハンドルは2番の橋本、バックスイッチ1号艇の土屋が先頭、2番手は2番の橋本、追走する3番の金子。スタートは前提正常でした。一瞬2マークの旋回、1号艇土屋智則がトップで旋回、2番手2番の橋本、追走の3番手が3番の金子。上位体系は1番、2番、3番。レースはこれより2周目に入りました。さあ2番手2号艇の橋本に食い下がっていくか、3番の金子龍太。一瞬1マークの旋回、まずはトップ旋回1番の土屋、2番手2番の橋本の外握って回る3号艇の金子、2番手はキープ、2号艇の橋本利光、2番の橋本2番手、3番手が3番の金子、迫ってきたのは5番の下川。さあ3号艇の金子に食い下がる5番の下川正文です。西の2マーク、トップで旋回は1番の土屋、2番手は2番の橋本、3番手5号艇のうち切り込んでくる3番の金子、3番手は5番の下川、5番の下川一定審前、追う格好となった3番の金子、後ろは定冠離されています。6番の香川、最後方4番の大久保。3周の1マーク、トップ旋回は1号艇土屋智則、2番手は2号艇の橋本利光、3番手は5号艇の下川正文、若干定冠離された3番の金子龍太。目下のところ上位体系は1番、2番、5番です。先頭は進入固定の引線を決めた1号艇土屋智則、最後のホームスイッチ、2番手は2番の橋本利光、3番手は道中逆転した5番の下川正文。第5レース間もなくゴールです。先頭1番ゴールイン、2番ゴールイン、5番ゴールイン、3番ゴールイン、6番ゴールイン、4番ゴールイン、以上前提ゴールインしました。